死んでからもう25年だ。今日は名産の命日でもあり、誕生日でもある。俺にとっちゃ複雑な日さ。名産が死んでからこっち、明治に入ってからの俺は抜け殻同然だよ。そういや福沢諭吉がな、あの頭でっかちが痩せ我慢せずな気持ちで、随分と俺のことをこき下ろしてやがった。かつ大衆も見くびられたもんさ。武士は不安に高ようち、福沢にしちゃ最高の皮肉だったんだろうが、俺には聞かねえ。名産だったらわかるだろう。やってくれて福沢に。幕末、名産たちがどんな思いで生き、そして死んでいったのか。今になっても手柄のように重すぎるぜ。勝先生。先生探しましたよ。こんなところにいらしたんですか。もうどうしたんですか、こんなところで。海を見てたんだよ。海？海ってここは勝先生の屋敷の屋根の上ですよ。海なんてどこにもありませんよ。食えねえ男だな。名産には見えねえのかい。あの荒々しい海が。幕末、若者たちを捕らえて離さなかったあの紺碧の海が。守ってる。ユウ
すいません、こんな体でついてきて。足手まといだと思ってるでしょ。ラーに伝えなすほしい。お前と俺はガキの頃から兄弟同然にやってきたじゃないか。ご主体ご主は俺たちにどっちか願ってもらえ。お父さんなのに先に今日の町について俺たちの土壌を食いがないように待ってますさ。そうしよう。弱気なこと言ってんじゃねえ。お前が一歩も動けねえなら担いでるのも連れてきて。土方さん、よし、行くか。よし、うっ。おいよ、またしばらく長州奪わなきゃならん。すべて幕府を倒すためじゃ。長州の力をつけて亡き吉田松陰先生の雪辱を晴らすために今の少年マナージャー、おい、待っといてくれ。うちには難しいことはよう分かりまへん。せやけど吉田松陰先生がそないに立派なお方やったら門下の新作様はきっと立派だと思います。うちはそないな立派な方を待てるだけで幸せです。この高杉新作超幕論理となって帰ってくるけ。日本は支えきれんちゅうことだけじゃ。シンタ、わしゃな、もっと今広い世界見てみてんじゃ。じゃが、それには今土佐だけじゃ狭すぎるぜよ。いや、お前はまさか。脱藩する。脱藩して、いろんな世界見てきてる。それからこれからの日本のことを考えるんじゃ。シンタ、おまん度外する。わしゃまだ度外していけばええかわからん。じゃからもうしばらくは武市先生の土佐勤王堂に残るつもりじゃ。ほか、ほいたら元気でのまたどこぞの空の下で会おうぜよ。あ、それじゃどこまで話したんだっけな。